皆さんどうも皆さんこんにちは、ネオです。はい、というわけでですね、今回はですねついに2万人を突破できそうなんで、早速ねちょっと YouTube スタジオの方で、2万人突破の瞬間を見ていこうと思います。皆さん、はい、こちらです。はい、こちらですね、今ただいまのねチャンネル登録者は19,988人。まあこれをスライドしたらね、ワンチャン突破するかもしれないし、突破しないかもしれないしということでね、早速皆さん一緒に見ましょう、僕と2万人の瞬間をね。今回の企画は何をするのかと言いましょう、とりあえずね、サムネイル撮っとかないと。OK、こんな感じでいいかな、サムネイルは。でね、はい。ということで、皆さん、早速、ちょっとスライド、うるさい、どっか行って。ということでね、皆さん、一緒に行きます。まだわかんないよ。おーし!よしよしよし、行った!2万人、達成しました!ありがとうございます。よっしゃー。いやー、あのね、1万人はね、その達成する瞬間をね見れなかったんですよ。はい、動画にもねできなかったんで、ちょっと悔しかったんですけど、2万人の時よし、ということで2万人達成しました。皆さん本当にありがとうございます。いや、これは素晴らしいことだ。よし、とりあえずね、4月までに2万人目標っていうのはね、達成することができました。年内2万人が達成できなかったんでね、よかったです、本当に。2万人来たんですけど、それからね、ついでに、今流れが来てて、収益化がもしかしたらできるかもしれないです、本当に4月までに。皆さん、本当に協力お願いします。まあもちろんお金が全てじゃないけどね、最初、チャンネル開設した時なんてね、本当に100人にも満たなかったのに。で、今回2万人ということで。確か、今結構実感が湧かない。いや、もちろんね、2万人だけではね、まだまだ、まあ、下っ端ではあるんですけど、でもね、やっぱもうちょっと、これから頑張ってね、動画投稿、手を出していけたらなと思います。最近はね、横動画の投稿頻度とかも増やしてると思うんで、まあ、ちょっとね、動画投稿最近できてなかった感じもあったんですけど、なるべく投稿できるようには、ね、頑張ってきたんで、よかったです。いやー、よかったー。2万人の瞬間が取れてよかった。まあ、ちなみに質問コーナーまたしてほしいな、みたいなコメントもね、結構多数寄せられてたんですけど、まあそれはね、いろいろね、僕が5万人とか10万人を達成した時に、まあできればなーって考えているんで、まあ皆さんね、気長にお待ちくださればなと思います。お待ちくださればって何?じゃあ次はね、3万人から目標としては、そうだ、概要欄の方にね、書き込まないとね。ということで皆さん、ありがとうございます。新しくここに書き加わります。OK!加わりましたね。せっかくなんでね、どんな感じに僕が成長していったのかっていうのをね、少しだけ一緒に皆さんと振り返っていこうかなと思います。はい、まあせっかくなんでね、動画時間も短くなりすぎちゃうんで、まずね、僕1月14日にチャンネル開設、チャンネル投稿の開始か、開設はだいぶ前からやってて、で1月14日にチャンネルの投稿を開始したっていう感じですね。で2月27日、この日はね、チャンネル登録者100人を突破した時でございます。本当に初めての3桁だったんで、非常に嬉しかったですね。で3月15日に200人、で3月30日300人ということで、そういえばね、もうチャンネル動画投稿を開始してから、ね、1年経ってるんですねって思うとね、そのなんで1年突破したっていう動画を上げなかったんだろうなと思ってますね。とりあえず僕のチャンネルは1周年ということで、4月6日にチャンネル登録者400人で、4月9日に500人、15日600人で、23700人、26900人で、あ違う、あ、800人だ。26が800人で、1日が900人か。で、5月5日、まあ、これゴールデンウィーク中に友達遊んでた時に1000人突破しましたね。はい。本当に嬉しかった。4桁。これはね、もうめちゃくちゃ、俺が一番最初目標にしてたものだから嬉しかったですね。あ、目標にしてたら5000人かな。うん。4月10日に2000人。ここら辺ちょっとね、期間が空いて、まあ、ちょっとサボり気味だったのもあるんだけど、少し伸びが弱くなったかなっていう時、8月19日、3000人突破。20日、8月の20日に何があったのかっていうと、これはね、初めて100万回再生突破した時ですね。今ではね、ピクミンの動画ね、712万再生とね、かなり好評な動画となっているので、ね、皆さん本当に再生いただきありがとうございます。あれのおかげでね、本当に1万人まで突っ走れたんじゃないかなと思ってるんで、皆さんこれからも頑張っていきます。23日に4000人で、25日に500人。いや、500人じゃない。下がってる、下がってる。5000人突破で、8月26日に6000人突破で、27に7000人。ここで1日ペースで増えてってるんですけど、で、29日に8000人。で、31日に9000人。で、9月3日に1万人ということでですね。これはね、確か、学校祭が本当にちょうど終わった時。
のタイミングで1万人突破したっていう。まさかね、夏の終わりまでにチャンネル登録者5000人を目標にしてますっていう感じで言ってたと思うんですけど、あのね、もう正直7月10日で2000人の時点でもう、あ、もう無理だわこれって思ってたんですよ。そしたらね、ピクミンが皆さんにドストライクしたということで、それでね、そのまま8月25日になんとか5000人を食い込んでいけたっていうことで、マジで有言実行できてよかったですね。これはなんか大口叩いといて2000人で止まってたりしたらね、ちょっとこれはちょっとさすがにひどいかなって。で、2万人はね、なかなかやっぱ難しかったなっていう感じなんですけど、4月までにっていう新しい目標を立てて、で、それはしっかりできてるんで、ここは良かったかなと思いますね。はい。で、次は4月までにとは言わないかな、まあまた夏休みの終わりまでに3万人かな今度は。まあでもね、いけるか正直不安ですね。はい。まあそれでもね、頑張っていこうと思いますね。皆さん日頃から応援してくれてさってる方はね、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。もうめちゃくちゃいいこと言ったのに、なんでこういう時に噛むの。そういえばね、誕生日動画とか上げてなかったんですけど、先日ね、誕生日を迎えて、まあ、2月22日に僕は16歳になりました。皆さん本当にありがとうございます。ということで、まあ、今回のこの動画良いと思ってくれた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それからね、僕は夏の終わりまでにチャンネル登録者を3万人目標にして頑張ってますので、そちらの方の応援もぜひよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。